い買い待ちですね。足跡持ったことあります。メイドさん、今のお店に勤め出してもう8ヶ月ぐらい経つんですけども、最初の頃は日本橋って怖い街かなとか思いながら、私全然オタクじゃないしどうしようみたいな感じだったんですけど、でも今というか、まあ今までこの何ヶ月間かこういう活動させてもらってて、日本橋の皆さんの温かさにすごい触れました。優しさにすごい触れました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、そんなことで、皆さん優しい方ばっかりのこの町日本橋が私は大好きです。皆さん日本橋は好きですか？大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこっちの右というか、皆さんから見て左の皆さんちょっと元気ないですよ。日本橋は好きですか？好きです。ありがとうございます。あ、もう全然もう最前列にめっちゃ元気な方がいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、まあ、そんな素敵な街日本橋で、路上ライブさせてもらえてすごい幸せです。ちょっと、まあ、歌詞が飛び飛びだから申し訳ないんですけど、次の曲はちょっとデュエットの曲を自分が好きで入れてきちゃったんで、まあ、男性パートをですね、歌ってくれる人いますかね？知ってる曲やったら歌ってくれますか？はい、ありがとうございます。さすがさすが、ありがとうございます。歌詞は私もわからないと思うんで、昨日の夜中に入れたもんなんで、もう個人的な好きな趣味で入れちゃったんで。昨日はね、朝のというか夜中の2時から5時まで、最後までとりあえず曲を入れるために頑張って行ってきました。一人カラオケって絶対できひんわと思ってたんですけど、一人で曲を取りに行って頑張りました。夜中から誘うも申し訳なかったんで。結構でも一人で行っても入っちゃえばもう一人でも気にしないんで、歌大好きな人は一人カラオケもおすすめします。はい、頑張って。分かってないの、やめへんが切れちゃう場所、 you know。